はい、こんにちは。ポップです。エフェクチャンネル2月19日金曜日最後に新興国通貨3ペア3通貨の解説を始めていきます。順番はいつも通りメキシコペソ円から始めまして。南アフリカランド円トルコリラ園の順番で解説をしてきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 引き続きね、高値圏をうろうろしていた新興国通貨でございますが、とうとうね、メキシコペソの方が5.15に近づくということで、ロングのチャンスがね、少しばかり出てきたというところでございます。まずはね、全体の相場感、振り返っていきたいと思いますので、世界の株価のサイトをご覧いただきたいと思います。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比。 マイナス119ドル。終値で3万1493ドルということで、0.38%の下落。2日連続でね、市場最高値を更新しておりましたが、若干ね、調整の売りが入ったというところでございます。そして本日の東京マーケット、日経平均は前日比、マイナス218円。 終わり値で3万飛び飛び17円ということで0.72%下げまして1週間の取引を終えたというところでございます。日経平均はね今週に入って2日間で、ね、月カート大きくまあ、1000円ほど上げまして残りの3日間はねじりじりと下げるような展開で少しずつね上値が重くなってきたというところでございます。 この影響を受けまして、メキシコペソの方はね、ロングのタイミングが少し近づいてきたというところでございますが、まあ、ランドと、ね、トルクリラの方は相変わらず高値圏をうろうろというところですので、まあ、その2つの通貨は見送りつつね、しっかりとメキシコペソのロングのタイミングを測っていきたいと思いますので、まずは、ね、メキシコペソへのチャートから見ていきたいと思いますので、チャートの方戻っていきましょう。 はい、えー、まずはね、メキシコペソ園の15分足、約1日の時間軸のチャートをご覧ください。えー、昨日の動画解説のタイミングは5.225から5.25の少し手前ですね、5.24付近の狭いレンジをねうろうろとしていた形でございますが、ニューヨークマーケット始まる前ぐらいからね、えー、一旦このレンジ相場が下抜けをして5.225を割り込みますと、 一気に、ね、5.2円を割り込むような場面もあったということで、まあ、新興国通貨、ね、メキシコペソだけが弱いというような状況が続いておりまして、下回った5.2円で、ね、反発を目指したんですが、再度ね、今日の東京マーケットのところでレジスタンスを食らって、今も若干、ね、5.20を割り込んでいるということで、株式相場同様にメキシコペソの方は上値が重くなってきているというところでございます。 そして、こちら60分足、ね、ご覧いただきますと、今週の、ね、月曜日ぐらいまでは上げていまして、5.3円から5.3円付近まで、ね、上がってきたというところでございますが、火曜日の、ね、後半部分から下落が始まりまして、移動平均線を下回ってしまいますと、まあ、ことごとく、ね、移動平均線付近でレジスタンスを食らってしまって、昨日の、ね、一気の下落によって5.2円を割り込んでしまった。 高いところから見ますと、ちょうど、ね、100ピプスぐらい下げているというような状況が続いております。そんな中でね、かねてからメキシコペソの方は、最低でも、ね、5.15ぐらいまで待ちましょうというお話をしましたがね、昨日の安値付近では5.175まで下落した。 そして今も、ね、60分足ベースで移動平均線が右下下がりのちょうど、ね、5.2円とこの移動平均線付近でレジスタンスを食らうかどうかというような、ね、ところまで来ておりますのでもう一押し、ね、下がってくればロングのタイミングに近づいてくるかなというところでございます。 具体的には、ね、メキシコペソに関しましても、まあ、新興国通貨全体は4時間足の、ね、ところでスイングトレードを、ね、試みていただければと思いますので4時間足のチャートに時間軸を伸ばしていきましょう、はい、こちら、ね、4時間足のチャートでございますが今までは、ね、じりじりとこれは1月の末ぐらいにつけました5.1円から移動平均線を上回ってですね その後も、ジグザグしながらね移動平均線、ちょっと割り込みながらも反発を受けまして、ね高値を目指して5.3円まで上がってきたということで、約ね1月の末、2月の初めからこちら2月の中旬ぐらいまで200ピップスぐらい上げてきたというのは、ね株式相場に支えられてというところでございました。 しかしながらね、こちら5.3円近くまで上がったところから移動平均線を割り込みますと、今まではこ、ね、とごとく戻ってきていたメキシコペソ円ですが、今回はね4時間足ベースで5.25の下側、そして移動平均線の下側で要線から陰線を食らってしまいましたので、完全な下落トレンド。 今後もね移動平均線が今までの右肩上がりから右下下がりということでね上値を抑える展開になろうかと思いますので目標のね5.15から5.1円これはね引き続きこの移動平均線と5.2円ですねこういったところでレジスタンスを食らっていけばしっかりとねその位置まで来るからというところでございます。 そして、ロングのタイミングに関しましては、まあ、新興国通貨はね、ある程度、レバレッジを持ちながら、まあ、スイングトレードをやっていただければというところでございますので、5.15を割り込んだところぐらいからね、5.1円の間でですね、 過去のこの1月の末ぐらいですね、同じように陰線から要線に切り替わったタイミングでしっかりとロングというところで、注意点としましては、陰線が続く場合では、こちらはね、ロングは取らない、もちろんね、新興国通貨落ちるときはね、急でございますので、5.15から5.1円の間で陰線から要線のときは、しっかりロングを取りつつ、そのままね、陰線で下げるというところがあれば、様子見をしていただくというところでよろしいかと思います。 冷やしをね、最後にご覧いただきますと、5.1円ね、こちら5.15と5.1円は明確なサポートがあるんですが、5.1円割り込んでしまいますとね、ちょっとこの辺り、真空地帯となっておりますので、5.0円までストンと落ちてしまう可能性があります。よって、先ほどのね、4時間足で見ていただきました、この5.1から5.15。 これサポートが入った場合はロングを組んで、まあ、5.3円の手前ぐらいまで、ねえー、レンジ相場になっていますので、えー、このレジスタンスの手前まで、えー、ロングを握り締めていただく、えー、そして、えー、5.1円を割り込んでしまった場合は、えー、過去の、ね、大統領選前のレジスタンスラインでありましたあと節目であります5.0円ですね、えー、こういったところまで引きつけるというところで、ねえー、反発が入るか否かによって5.1よりか上側でロングを取るのか それともね、因線が続いて5.0円まで引き付けるのかをね、えー、まあ、分けて考えていただいて、4時間足をね、参考にトレードをしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい以上でね、メキシコペソ円の解説を終わりまして、続きまして南アフリカランド円、こちらはね、なかなか落ちませんが、見ていきたいと思います。 はいえー、ランド円の方は、ね、き、えー、昨日からレンジ相場が続いているということで、えー、昨日の動画解説のタイミングが7.2円の少し上、そして今は、ね、7.25付近ということでね、まあえー、レンジ相場でありますが、昨日の水準よりかは若干上がっているということで、えー、やっぱり、ね、このあたり株価が下げても、えー、新興国通貨の、ねえー、南アフリカランドの方は引き続き強いというような状況になっております。 まあただね、えー、ポンドやゴードルといった強さとは違いましてね、えー、あくまでも、下値を割らないというところがね、えーまあ 強さの要因という形でございますので、まあ、上値を、ね、かといって抜けていくかといえば少し難しいかなというところでございますので、引き続き、ね、60分足ご覧いただきますと、7.2円から7.3円の、ね、レンジがメインシナリオになるんじゃないか。今のところ、ね、7.2円付近でまっ、あ、た割り込んだところが先週といいますか、昨日ですね、ありましたが、こちらのところは、ね、おとといですね、すみません、割り込んだのはね、えーまあ、基本的には7.2円のサポートが順調 効いていいいいてるるととととううう形形にににななりりりまままますすのでで、まあ、ここっったところではは、えー、しっかりとね、えー、中長期的にはまだまだ見送るタイミングという形になりますそして、えー、やっぱりスイングトレードは4時間足をねご覧いただければと思いますが、今4時間足移動平均線を割り込んだところから戻ろうとしている状況でございますので、まあ、この付近でね、えー、ロングを組む必要は全くないかなというところでございます。下の方を見ていただきますと7.1円のレジスタンスラインがありますし、 7.0円でもね、サポートラインがあるということで、過去のレジスタンスやサポートラインというのは、やっぱり今回ね、サポートラインになり得る,り得るというところでございますので、7.1円もしくは7.0円でね、反発の兆しがあったところが4時間ベースである、いわゆる4時間の平均足が陰線から要線に7.1円もしくは7.0円でね、反発したところでロングを組んでもよろしいからというところでございます。 えー、そしてね7.0円割り込んでしまった場合も、6.9円、6.8円とね、冷やしまで伸ばしていただきますと、0.1円刻みで明確にねサポートラインがあります。7.1、7.0、6.9、6.8、6.7とね、6.7まで断続的に0.1円刻みでサポートラインがありますので、まあ、そういったところからいきますとね、まず4時間足でじっくりね、どこのところでサポートを受けることができるのか。 少なくとも7.1円まで引き付けるというところがね、えー、大切だと思いますので、えー、7.1円、7.0円、えー、比較的ね、スイングでも短めでいくんであれば、このあたりでサポートが入った場合に、えー、ロングを取りつつ、えー、6.9円、6.8円というのはね、比較的長めでね、えー、取りたい方はそこまで引き付ける必要があろうかと思いますので、皆さんのトレードの時間軸に合わせて、どこの反転ポイントを待つのか、えー、これをね、えー、しっかりと見極めていただければと思いますので、参考にしてください。 はいえー、以上で、ねえー、南アフリカランド円解説を終わりまして最後に、えー、トルコリラインの解説で締めていきましょう、はいえー、トルコリラインの方はは、ね、引き続き15円を、えー、まだ超えているというところでございますが狭い範囲のレンジで高値、張り付きというような状況でございます。 昨日の動画解説のタイミングは15.15 15付近というところでね、一旦ニューヨークマーケットの前に15.25上がる場面があったんですが、一旦ねそこから下落をしてしまいまして、15.10を割り込む場面もあったというところでございます。 まあしかしながらね、えー、まあ狭いレンジということで、初戦はね、15ピップスから20ピップスの高値圏という形になりますので、えー、このあたり、えー、まだまだね、15円の上側で反発が入っているという状況でございますので、なかなかロングを取るタイミングは、南アフリカランド円同様ね、えー、まだまだ、えー、そのチャンスは少ないかなというところでございます。 そして、60分足ですね、1週間の時間軸をご覧いただきましても、週始めにね15.0を超えてからね、なかなか15円を破らないというところでございますので、まあ、あえてね、この高値圏で勝負する必要はないかなというのはね、南アフリカランド円と同様でございますし、具体的なトレードポイントとしましては4時間足ですね。 こちら見ていただきますと、こちらはね、0.5円刻みですね。まずは15円のサポート、これは過去のレジスタンスラインがあるというところでね、サポートを受けやすい、そして14.75、14.5、その下に14.0という形でございますので、14.75のサポートラインや14.50、そして14円というところでね、サポートラインがあるというところでございます。 えー、ただね、えー、ちょっとこちらのあたりね、ね南アフリカランド円同様、高値付近をうろうろというところでね、冷やしをご覧いただきましても、高値付近でございますので、えー、やっぱり、えー、このあたり、最低でもね、14.50ぐらいまでは引きつけたいかなと、まあ、14.75もねサポートあったんですが、 やっぱりこの辺りね、日足をご覧いただいても14.75ですね。まだ移動平均線は届いていないというところでございますので、少なくとも14.50。できればね、中長期で見るんであれば14.0ですね。ここまでを引き付けていきたいというところでございますので、これも合わせてね、皆さんが比較的短期的にトレードをするんであれば14.50付近で陰線から陽線が4時間足で現れた場合。 そして、もう少し長い時間軸で考える方はね、14.0ですね。14.0は過去のサポートラインもね、まあ、この辺り、出来高もあったというところでございますので、まあ、可能であれば、長い時間軸は14.0までしっかり引き付けて、4時間足ベースで陰線から陽線になったところでロングをするというところで、皆さんの時間軸に合わせて14.50、14.0というところを、ね、引き付ける相場になろうかと思いますので、ランドエ同様で、ね、トルコリラの方も、 えまだね、ロングポジションは早いかなと思いますので、えー、狙っていくんであればね、最初にお話をしました、えー、メキシコペス円ですね、えー、そちらを狙った方が、えー、効率がよろしいかなと思いますので、参考にしていただければと思います。はいえー、以上でね、新興国通貨3兄弟の解説を終わります。 本日も金曜日、週末ではございますが、YouTube ライブということで、21時から皆さんの質問に答えながら、ライブの方ね、やっていきたいと思いますので、お時間ある方、ご質問ある方は、ご参加いただければと思います。それではね、1週間お仕事、トレード、お疲れ様でした。またね、お時間ある方、週末の YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。